電気住職三木大雲です、本日も怪談説法を始めさせていただきます、まあ、皆様もいろんなご趣味をお持ちの方おられると思うんですけれども、私は趣味の一つにですね、まあ、アート作品といいますか、ミニチュアのいろんな食べ物であるだとか建物であるだとか、そういうのを集めるのが私好きなんですね。で、なんかそういう世界を見てると、なんか高い空から街を見てるような雰囲気になる。まあ、そんな、世界が好きで。で、いろんなそういう作り手の方を知ってるんですけれども、今回のこのお話はですね、そういったアート系のお仕事をされているある女性の方からお聞きした話です。この方がですね、ある日、まあ、一人で山へキャンプに行かれたそうなんですね。で、まあ、キャンプをしてテントを張って、深夜、寝てられますと、どこかからか、こう、ザクッとなんか、土を踏みしめる音なのか、なんか、土を掘る音なのか、なんか、そんな音がテントの外からしてきたそうなんです。何の音かなと思って、その女性の方、テントから出て、音の鳴る方をずっと見られますと、なんか、人影というか、黒いなんか、もやっとしたものが、そこに立ってたらしいんですね。で、その女性の方ずーっと見ながら、あ、何かなと思ってると、よーく見ると、やはりね、穴を掘ってられるそうなんですよ。で、スコップで土をザク、捨てて、ザク、捨ててって、まあ、やってられるわけです。いわゆる穴を掘ってられたそうなんですね。で、なんで穴を掘ってられるのかなと思って、そのままずーっと見てたそうなんです。そうしますと、そのザク、ザクっと穴を掘り終わって、しばらくすると、何かを埋めてられるそうなんですよ。で、あれ？何か埋めてるな。気になったその女性は、まあ、あまり恐怖感がなくてですね、その黒い影のもとへずっと歩いていかれたそうなんです。で、歩いていって何が埋まってるのかと、もう見えるぐらいの距離まで来た時に、急にパッと目が覚めたそうなんです。まあ、自宅のお布団の上だったっておっしゃるんですね。まあ、いわゆるこれ、夢だったんですね。で、あ、夢か。なんか不思議な夢だったな。で、普段見る夢と違って少しまあ、リアルな感じだったそうなんですね。で、それ、キャンプへ行ったまあ、場所ですね。その場所もなんとなく見覚えがあったそうなんです。で、普段は、その女性はキャンプへ行かれたり、山登りされるタイプの方では決してないんですけれども、なぜか夢の中では、そのテントでキャンプをしてたっておっしゃるんです。で、この場所なんですけれども、見慣れた場所だなと感じたのは何かなと思って、後からこう、夢をこう思い浮かべながら、あの場所どっかで見たような気がするなと思ってると、まあ一つに、ベンチが丸太でできてるらしいんですね。で、その丸太も背もたれがちゃんとついてて、まあちょっと特徴的な、なんか席だったそうなんですけれども、あの丸太の椅子があるということは、そうだそうだ、ある場所だっていうことで、まあ、実際にある場所の夢を見てたような気がした。ちょっと確認のためそこ行ってみようと思って、まあ、行かれるわけです。で、行って実際にその椅子があったところ行くと、あ、夢の中でまさにここでキャンプしてたなっていう場所が見つかったそうなんですね。で、このテントをここで張っていて、その音が鳴ってた先ですね、それをよくよく思い出してみると、あ、この方向の、あの辺りだな。ちょうど木の茂みのところに、まあ、黒い影が穴を掘ってた場所があった。あ、なんか夢で見た通りだなと思って、その場所へ行って、実際ちょっと下を手で土をわーっとのけられたそうなんですよ。そうしますと、そこになんか白いものが出てきた。あれ、これ何かな？ずーっと見ていくと、なんとそこに人骨らしきものが出てきたそうなんです。で、いや、まさかこんなところに人骨があるわけないしなと思いながらも、それでずーっと掘り進めると、どうやら肉片のような、ちょっと腐敗したようなものが出てきたそうなんです。で、それと同時に、すごい悪臭がしたそうなんですね。もしもこれ、人のものでなかったとしても、やはり一度警察に言った方がいいと思って、まあ警察の方に電話されるんです。
で、まあ、電話して、じゃあ今から見に行きますと、警察の方が来られるまでの間ですね、その方、一応ちょっともしも事件であれば何か役に立つかもしれないと思って写真を数枚撮られたそうなんですね。で、写真を撮るとともに、まあ、事件の何か解決につながればいいかなと思いながらも、どこかでこれをミニチュアの作品にしたいなとも思ってられたそうなんです。なぜかというと、その、掘っている一番最初に見つけたその骨らしきものが本当に真っ白で綺麗だったとまあおっしゃるんですね。で、その後警察の方が来られていろいろと調べるとどうやら頭髪のようなものも出てきた。そのうちどうやらこの腐敗した部分というのは手の部分だということが分かって、まあそこから大騒ぎになりまして、まあ結果から言いますと人がそこに埋められてたんですね。いわゆる遺体遺棄事件になったわけです。まあこれだいぶ随分前の話なので今はもう犯人も捕まりまして、事件そのものは一応解決をしてるんですけれども、まあその方がですね、あ、そうだったのか、やっぱりあれ人だったんですねということで、まあその日いろいろと聴取を受けてですね、でそれからまあ帰られまして、でそれから数週間が過ぎてからなんとなくその方がやはりあの時撮った写真を見返しながら一つの作品にしよう。なんかそうふと思ったそうなんです。落ち葉のようなミニチュアをずっと詰めてですね、そこに土をボコッとやっ、人形を半分埋めて、まさにその事件があった現場をミニチュアで再現をしよう。なんとなくそう思ったそうなんです。で、ずっと作って、やがて完成に近づいてきた。その頃になって少しなんか、あれ？なんで私こんなのを作ってるのかな？なぜこれを作ろうとしたのか自分でもだんだん分からなくなってきたとともにですね、なんとなく自分の中で罪悪感のようなものが生まれてきた。ああ、もしかするとこういうものを作るっていうのは亡くなられた方たちになんか失礼に当たるんではないかな、まあ、そんなふうなことも思いながらも、でも一応完成させようと思ったそうなんですね。でも明日には完成すると言ったその日の夜の出来事なんだそうですけれども、まあ夜寝てますと急にどこかから自分を呼ぶ声がする。まあこの方仮にユミさんとしましょう。ユミちゃん、ユミちゃん、どこかから優しい自分の名前を呼ぶ声がしてきたっていうんですね。でパッと目が覚めて、あ、夢だったのかなと思ったら、ユミちゃん、ユミちゃん、まだやはり声がする。あ、夢ではないんだ。どこかから聞こえてるんだと思って、もしかすると親かなと思って、まあその方2階に、寝室があるんですけども、1階にご両親がおられて、でもこんな夜中に私を呼ぶって何かあったのかなと思って、扉を開けると、ユミちゃん、ユミちゃん、こっちこっち、その声が自分の部屋の中からしてくるんですね。あれ？おかしいなと思ってもう一度部屋に戻ってよく耳を澄ますと、どうやら自分が作ったそのミニチュアのモデルから声がする。え、ここからと思ってよく見ると、半分埋めた人形がパッと目を見開いて、ユミちゃん、ユミちゃん、呼びかけてたそうなんです。もう一瞬怖くなってですね、思わずそれをひっくり返しそうになったそうなんですけれども、ひっくり返すわけにはいかずですね、どうしようと思った中で、何か用事って言って、逆に聞き返したそうなんです。これ勇気のいることだなと思うんですけれども、聞き返すとその人形こう言ったっていうんですね。ありがとう。今まで寂しかったんですって言って、お人形は目を閉じたそうなんです。で、まあ、その後、そのミニチュアはおたぎ上げされたそうなんですけれども、もしかすると、これ、まあ、そのユミさんの解釈ですけれども、寂しかった。長い間そこへ埋められてて誰にも見つけてもらえない寂しさがあって、もしかするとその寂しさ、見つけてくれたお礼を言いたくって私にミニチュアを作らしたんではないかな。まあ、そんな話をこの女性してくださったんですね。まあ、もしかすると、その解釈通り、このご遺体は孤独だったのかもしれませんよね。で、まあ、亡くなられた方で孤独な方もおられますけれども、まあ、私たち生きてる人間もそうですね。
世の中には孤独な方っていうのがたくさんおられて。で、よく私もご質問いただくんですけれども、友達がなかなかできないんですけど、もう孤独で寂しいんですけどっていうご相談いただくんです。これ少し仏教的に解釈しますと、実は、友達を作るという言い方しますけど、これ無理に作る必要ないんです。で、お経の中には、本当の友を作るためには一度孤独に陥るというふうなことが書かれてますね。これどういうことかって言いますと、本当の親友の見分け方。まあ大体まあ、もしこの中で、ご覧の皆さんの中で、小中高生の方がおられると、学校行きますとね、クラスのお友達っていうのはおられると思うんですけれども、この友達の中でも顔見知り程度の友達と、深く、親友と呼ばれる友達がおられると思うんですけれども、本当の親友はどういったものかっていうのが少しお経に説かれてるんですね。その本当の親友とは何かを、今からお話しさせていただきますけれども、まず友達っていうのは苦しい時に助けてくれる人。これは友達なんですね。で、この友達っていうのは貴重なお友達ですから大切にしていただきたいんですけれども、本当の親友っていうのは、またもっと深いところにいましてですね。それどういうことかって言いますと、そこからさらにですね、親友という人は、自分がその友達より幸福になった時。ですから、友達がいますね。自分がいます。私がすごく幸せになった時に、この親友、この友達が、あ、自分のことのように喜んでくれるかどうか。これが実は親友の見分け方だっていうふうに言われてます。よくまあ、妬み、嫉みですね。まあ、学校で言いますと、100点取った、何々ちゃん100点取ったよ。あ、私は80点やったわってなった時でも、よかったね、何々ちゃん100点取れて、私80点やからもっと頑張るねって言って、自分の喜びをさも自分のことのように捉えてくれる。あるいは、自分の悲しみをですね、自分の悲しみのように、捉えてくれる、その友人が、本当の親友だというふうにお経の中に出てくるわけですね。ですからまあ、ことさら無理に、なんとか自分で友達を作ろうと、まあ努力することももちろん大切なことなんですけれども、一番大切なことは何かというと、自分がまずその人にとって良き親友になるように努めるということが大切なのではないかなというふうに思います。ということで本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。